ヴィンテージ世代の元男子、絵描きのココです。あなたに質問です。嫌なことでも仕方なく受け入れたりとか、無理なお願いをいやいや引き受けたりしていませんか？つまり、何回も言ってごめんなさい、都合のいい人間になってないでしょうか？私のチャンネルの視聴者様、ココファミリーの方には都合のいい人間になっていただきたくないんです。想像するだけでも嫌。私のファミリーが、ココファミリーが誰かに都合よく扱われてるなんて許せないんです。だからこの動画作ったんです。以前にもね、都合のいい人にならないでっていうこの動画ですね、この動画を作りしたんですけれども、それでも都合のいい人がやめられないっていう、そこのあなたに今日はダイレクトにお伝えしていきます。あず強めでお伝えしていく感じになりますけれども、よろしければ最後までご覧ください。グッドボタン、チャンネル登録して、明日の動画もぜひご覧くださいの、うん、そっと。ちょっと衝撃的な言い方で申し訳ないんですけれども、嫌なこととか理不尽なことって分かっていながら、いやいや自ら引き受けてしまうっていう行為は、毒入りジュースって分かってるのに鼻をつまんで目をつむって飲むという行為と同じだと思ってください。人が捨てた腐った食べ物を拾って食べてるのと同じです。それはちょっと言い過ぎ違いますかって言ってクレームを書こうと思ってるそこのあなた、じゃあ分かりました、ちょっと言い方ちょっと変えましょうか。とクレーム怖いので、言い方もうちょっと柔らかい例え話ですると、人がなんか嘔吐しそうになってる時に、あ、ここに吐いていいよ、ここにどうぞ、ここにって、自らここに言うてる、ちょっと違います、ちょっと違う感じ、言い過ぎ。ココアートチャンネル。でもなんとなく感じていただけます？そんなことを続けてたらあんたがどうなるかっていうのは分かっていただけますよね。毒って分かってるのに目をつむって飲み続ける、腐ってるものを拾って食べる、ね、うん、で、ね、そう、そこ、そんなことを続けてたらいつか病気になって最悪しまうっていうのはもう容易に想像できるじゃないですか。もしこれに気づいてもらえたら、どうか今すぐ気持ちを切り替えてください。良くないと思ったことは引き受けない、嫌な感情になること、理不尽だなと思うことはやんわりでもいいので断る勇気を持ってください。どうかどうかでお願いいたします。